はい、皆さんどうもガメコです。本日もシティーズスカイライン PS4 版ミッション揺れる大地実況の方やっていきたいと思います。はい、前回はですね、なんとかこうとか苦労しながら人口1万1000人超え到達することができました。まだまだですね、10分の1の段階なので先は長いんですけれども、とりあえずね、まあ、1万人、台に乗ることができたということで、終わっていたと思います。今回はね、その続きから、やっていきたいと思います。はい、その前にですね、コメントをいただいております。ありがとうございます。はい、土地が足りないなら作ればいいじゃない倍昔の人、水抜きか土地をあげるかです。コメントいただきました。ありがとうございます。はい、そうですね、前回の最後の方でですね、土地がちょっと足りなくなってくるんじゃないかな今後っていう話をしたと思うんですけれども、それに対してのコメントですね。はい、まあ確かに土砂とかね、供給することができるので、確かに水抜きもありかっていう感じで、水抜きやったことないんですけど、か土地を上げるかだよねということで、まあ、多分この先人口を増やしていくことによりですね、結構お金が、あまり余ってくるというか、まあ、裕福になってくると思うので、その時にですね、改めてまあ考えたいと思います。コメントありがとうございます。はい、ということでもう一件ですね、コメントいただいております。前回前々回ともにですね、このフェリーの停泊所とあと整備場を建てたんですけども、なんか全然ねこう、フェリーね、動いてくれないんだわーっていう話をしたと思うんですが、そのことに関してコメントいただいております。ありがとうございます。細かくね書いていただきまして、フェリーに関しては以下のように、設置してくださいということで、一からね、ずーっと、書いてくださっております。はい、で、これをですね読んで私ハッとしまして、フェリーのねこの経路、これは作ったんですよ。はい、こんな感じでね作ってるんですけどもね、フェリーの航路、要はまあバスとかでいう路線図というか、まあ路線的な感じのものがこれね、これを単純に作ってなかった、もうこの黄色の経路で完成したと思ってたんですよ。だから実際はこのフェリーの航路も必要だということだよね。だからこれを今回導入することによって無事にねフェリーが使われるようになると思うのでですね、はい、作っていきたいと思います。コメントありがとうございます。今回なんですけども、まあそのフェリーもね、さることながら、はい、ある程度ねお金がちょっと余裕が出てきたのでですね、この市民の健康度にも目を配りながらですね、2万人をですね、になるように今回頑張っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。エリア、はい、人口1万6000人メトロポリスになりました。新しいエリアがですね、開放されたり、あとは空を飛べるようになったりとかね、いろいろしてます。はい、街はねこんな感じになっております。もうね、なんていうんだろう、土地っていう土地がですねほとんどこう埋まりつつあるので、新しくねまたタイルを買って、広げていきたいと思うんですけども、フェリーの方がね、まだ、運行しておりません。はい、2万人いったらね2万人記念ということで、徐々に運行、し始めようかなと思っております。でですね、はい、見てもらって分かるように、茶色い部分、汚水ですね、が結構この辺に近づいてきてたのでですね、急遽、浄水の汲み取りの方はここに移動しました。で、あと汚水の排出施設をですね、全部このエコの浄水プラントに置き換えました。これがですね、ほぼ純粋な水を排出するということで、まあ、お金はかかるけれども汚水から救ってくれると。飲み水がね飲めなくなったらちょっとねやっぱり市民困りますんでね。で、あとはですね、この水上のゴミのやつをですね、いくつかポンポンポンと置いて、まあ、その結果ですね、まあ、マシにはなってるかなという感じでございます。ただですね、
水上の方のゴミじゃなくて普通の、生活から出るゴミですね。この焼却の状況があまり思わしくないみたいなので、もうちょっと何て言うんだろうな、予算を上げたり、あとは普通にね、焼却場を増やしたりとか、していきたいと思います。はい、ということで、リマニマでもうちょっと頑張っていきましょう。はい、人口が2万人メガロポリスになりました。で、新しいエリアが開放されたり、モニュメントとかですね、あとは空港、国際空港と、あと貨物空港ハブがね、建てれるようになったんですけれども、ここから先がですね、もう何度も言ってるように、人口がいくら増えようがですね、マイルストーンの、プラスが、うまみがございません。で、一応ミッションの目標はね、こんな感じになってはいるんですけれどもね。はい、街の感じはこんな感じになってます。なんかこう、全体的にこう、なんだろうね、霞んでるというか、うん、なんとなくこう、空気が淀んでて汚染されてるなと。実際はこの真ん中ら辺はね、結構汚染されてるのよね。はい。で、だいぶね、街が下に広がっていっております。はい。次はこの、ここの、部分、この下の部分ね、買おうかなと思ってるんですけども、うん、なんかいろんなマーク出てますね。作った商品を販売する店舗がないっていうマークも出てるし、かと思えば逆に、店舗側からね、販売する商品がないよっていう青いマークもね、出たりとかしてるので、ちょっとその辺はやっぱり、ここのね、バッチハイトは林業の特区なんですよ。はい、やっぱりですね、木のね、製品だけじゃ無理かなということで、まあ、一般産業もね、必要にはなってくるとは思うんですよね。ただ、住宅に囲まれてるんです。だから、今ここをですね、林業を廃止して一般産業に戻すと、汚染が、どぞっと始まって大変なことになってきますのでね。なので、とりあえずまあ、そうね、次回はフェリーを立てて、ところからスタートという感じで、はい、やっていきたいと思います。なんかね、今回もグダグダになってしまって申し訳ないです。はい、今回の動画も見ていただきありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったなと思う方は高評価、チャンネル登録、あとコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。